所持制限を行っておりますので、こちらの岩の上から出てきますので、宮殿市からご覧ください。そうですね、ワンドお客様と前後左右間としてご覧いただきますよう、ご協力の方よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。本日は京急油壺マリンパークへお越しいただき誠にありがとうございます。それですね、早速ペンギンたちにご飯与えていきたいと思うのですが、このご飯を狙ってですね、上からトンビがやってくる場合もございますので、上の方も注意をしながらご覧ください。さあ、この島に暮らしているペンギンたち、すべて北岩戸ペンギンと呼ばれている種類のペンギンでして、黄色い飾り羽と赤い毛が特徴です。今与えているご飯ですね、一度は皆さん食べたことがあるものかと思います。こちらですね、こちらです、はいですね、こちらを与えていきます。ペンギンたち鳥の仲間ですので歯は生えていません。餌は噛まずに丸飲みにしています。どの子にどれぐらいあげるかどうか分かりません。ですのでお腹がいっぱいになるまで食べていきます。そしてお腹がいっぱいになって満足すると自分から去っていきますね。ペンギンと皆さん南極にいるイメージをお持ちの方多いかと思うのですが、この北岩戸ペンギンたちは南極には暮らしていません。前回もこのような岩場の上に巣を作って生活をしています。ですので足元をよく見ていただきますと鋭い爪が入っていますね。その爪を使って岩場の高いところまで登っていくことができます。また移動する際ですね、岩の上を跳ねるように移動する姿から岩戸ペンギン、英語ではドッグホッパーペンギンと呼ばれています。そしてこの島にいるペンギンたちの翼のあたりを見ていただきますと、輪っかのようなものがついているかと思います。こちらはですね、フリッパーバンドと呼ばれていて、私たちのところの名札のような役割をしている。1羽ずつ色が違いまして、このバンドを見ることによって個体の識別ですね、健康管理やどの子がどれぐらいご飯を食べたかというのを確認します。中にはですね、このバンドの色使いが名前になっている人も中にはいます。例を挙げるとですね、透明なバンドに、白と黄色がついていますので白黄色と呼ばれていますね。またこのバンドの色なんですけれども、こちらはですね、両親の色が組み合わさったものになっているんです。ですのでこのバンドを見ればどの子から生まれたかというのもすぐに分かるようになっているんですね。そしてですね、このペンギン島にもですね、4月に、ヒナが生まれました。もうですね、近くで立っているんですけども、大きさはもうほとんど大人と変わりませんが、特徴的なこの黄色い飾りもね、まだ入っていないんですね。ですので、入っていない子が0歳で、今年生まれのペンギンって言ってます。ペンギンだけでポイントになっています。この島のどこかにいる方はいますので、ぜひ探してみてください。さあ、この後もですね、すべてのペンギンたちにご飯与えていきたいと思いますが、ガイドの方はこちらで終了させていただきたいと思います。こちらからですね、ペンギンたちの食事姿、どうぞご覧になってください。短い間ではございましたが、最後までご観覧いただきまして、誠にありがとうございました。